ローストビーフと人参、キャロット、ラペ、厚みが美味しい北海道産一部のローストビーフ半額の340円、人参、キャロット、ラペ半額の149円。久々の赤ワイン、ここずっと白ワインかスパークリングばっかり飲んでたから、実はずっと箱ティッシュっていうの置いてなくて、なんでかって言ったら、もうでっちゃんがどうしても遊んでしまうってボロボロなんねんけど、でもちょっと買ってみようかな思って、ティッシュあったらすごい便利。今までのキッチンペーパーで対処してたんです、なんかあっても。でもあんまり使えへん、使う習慣ないっていうか。それでは赤ワインとローストビーフと人参で乾杯。うん、うわー、なんかすごい懐かしい機内食の気分です。じゃあベジファーストで、やっぱりあのミントファーストにします。おつまみやからケチくさいねんけど、ちょこちょこと。口の中に入れる前まで、あのこのお味知ってるから予想通り美味しい。キャロットラペ、人参ラペ、嬉しいもんがナッツとレーズン入ってんのがすごい。いきます。いいね。これライフの、無添加食品とかのブランドのビオラル。人参とレーズンとナッツか、美味しい。自分でも作ってみよう。正直あのお料理は作るより食べるだけの方が好きです。外食もな、3ヶ月以上してなくて。あ、でも近々一人飲みしようと思って、行きたいお店はいっぱいあります。あ、もう9月か。夏になると2回目の離婚して、何年目とかいう動画と、今まで7年か7年かな7、8年か、ほんま結婚してたんすらことすら忘れてしまうっていうか、結構離婚したてで、最初はなんかちょっと空っぽになって抜け殻になっててんけど、1ヶ月2ヶ月3ヶ月でどんどん結婚してたっていうのがもうほんま忘れて、結婚してた土地にも全く行かずっていうのと、もう前の旦那様、前の前の旦那様ももちろんやねんけど、連絡先も分かれへんのと、あと連絡も取ることもなし。でもあの全て良かったのと感謝です、ほんま。私も至らんとこがいっぱいあったから、結婚が向いてなかったっていうことで、向き不向きとかそんなあんま関係ないかもしれんけど、相性が結局は合えへんかったんか気になんねんけど、私も悪いとこあるし、いっぱい、もう今もう全ての経験が今こうやって幸せに生きれてて感謝です。大変なことも悩んだり怒ったりすることもあんねんけど、泣くことは最近ないの。去年はこう ET 見て泣けててんけどたまに泣く時とかあります。あの感動動画、動物感動動画、ワンちゃんの犬の夢のすけくん、あの動画見たら泣けるな。すごい可愛いやんかな、柴犬で殺処分される手前で、球場犬っていうかな、活動犬かなんか、ピースオブワンコっていうところで引き取られて、すっごい大切に育てられて、今で、10歳ぐらいなんかな、11歳か。めっちゃ可愛くてかっこよくて、で、性格はどっちかって人見知りらしいです。家にはあの猫いてんねんけど、レッちゃんいてんねんけど、すごい動物全体好き、鳥とかも好きやし、スズメとかハトも可愛いなって思う。あとウサギとかカエルの鳴き声も好きやしな。あとそう、田舎行った時のイモリかヤモリ、トカゲみたいな
ペタって剥ぎついてて、あのガラスにめっちゃすごい可愛い。締めはパスタか炭水化物食べそうになって、活力にゃんこ飯の食材のホワイトロースハムを少し端っこ、これでしのぎます。めっちゃ美味しい。ワインもいいねんけど、マヨネーズと白ご飯めっちゃ合いそう。めっちゃ美味しい。あっという間になくなる。わあ、マヨネーズが出口まで遠い。これマヨネーズ下にしとけばよかった。やーやー、全然遠い。明日の活力にゃんこ飯のご飯、冷や飯でいいや。冷や飯の方がダイエット効果にはいいみたい。わ、ちょっと溶けすぎたな。緊張するわ。絶対美味しいやろうな。マヨネーズハムご飯やば。これ全部ご飯も1合2合いけそうなぐらい美味しい。やっぱ好きやねんな。マヨネーズはすぐ出るように下にする。マヨラーより、ちょっと割合が、このハムマヨネーズご飯やねんけど、ここの3倍ぐらいマヨネーズだった方が正直好みっていうか夢です。ちょっとマヨネーズライス、ちょいマヨハム飯。やばい、活力にゃんこ飯のご飯全部食べたい気分です。どっちかって言ったらいろんなもん食べたいねんけど、不器用っていうか、一つのこと好きになったらキャンペーンみたいで一定期間突っ走るんです。ご飯ハムやったらご飯ハムずっと食べたい。もしここでパスタ食べたらずっとパスタ食べたいみたいな。ご飯って美味しい。お酒ってほんま飲んだらすぐ太ります。酒の飲み方、食べ方、つまみの食べ方上手な方とか、それやっぱり代謝がいい若い方、すっごいもうスタイル良くて、もうお腹も割れててスリムで、美味しいもん食べて飲んでインスタグラムでスタイルキープされてる方もいらっしゃるんで、私の場合最近もうここ1ヶ月ちょっとか毎日筋トレとかでだいぶマシになってきてんけど、サボってしまうからな、ほんま。お酒飲むともう運動忘れて、どうでもいいやん、瞑想もいいやん、読書もいいやんって、食べ飲みだけでだんだんちょっとダラダラになってしまうタイプで、甘すぎて。でも今んとこは休肝日もちょっとまたサボっててんけどつけながら、筋トレかトレーニングは毎日、毎日でもない、週に6回。今日サボったから、強度の高い筋トレは48時間空けることにしてて、今日スクワットもしてないな。今日ほんま何もしてないです。瞑想もしてないし、まこういう時もあっていいや、わしてないなぁ、わぁ、また明日からしようっていうので。やっぱりな、会社って言っても在宅やねんけど、仕事ある日の方がシャキーンってなるし、もう幸福感があって、月曜日のな、朝の会議、
オンラインで顔も見えへんのに声だけで喋るのももう30秒ぐらいやねんけど、それだけがちょっとブル濡れてきてんけど、ロースハムマヨご飯最高。